どうもしゅんです。こんにちは。どうもしゅんでりメンバーの高井鈴香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は若新さんに来ていただきました。若新さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも若新雄純と申します。はい、普段はいろんな企画プロデュースの会社をやりながら大学の教員として人間関係とかコミュニケーションに関する研究プロジェクトとかをやったりしてます。はい、で今回のテーマの心であったりとか悩みに寄り添うっていうところでは一番マッチするベストな、そうですね。だから僕早速本題に行きたいなと思うんですけど、はい、悩みを発表お願いしてもいいですか。はい、はい、他人への嫉妬や自分の価値を認めてあげられず苦しい時期があった。なんでこういう感情を抱いちゃうのかなっていうふうに自分でも悩んでるけど、定期的にそういう醜い感情になってしまう時が来るのでどうにかしたいなって思ってる状態です。2週間に1回ぐらい泣いたりしてるってことですよね。頻繁に泣くときは1週間に1回とか。なんでやろう。自分がここまでやりたいとかここまで頑張りたいとか思ってたけどうまくできなくてとか計画通りにいかなくて、ああ自分でダメだなって。なるほど。それは単に自己肯定感の部分というよりも自分に対して自信を持てないっていう、そっちかもしれないですね。すげえ不安を抱いてるってことですね。はい、まあ、こうなったらいいなって目標誰が決めるんですか。自分で決めてみます。目標下げるわけ。下げちゃダメって思って。なんで頑張らないといけないんですか。周りがみんな頑張ってるからと思います。自分より後から入ってきた人が頑張ってるから、あ、もっと頑張らないといけない。逆にどこまでできるの。まず平均ぐらいです。それは何を基準に目標設定してるの。他の YouTube チャンネルとかだと何十万回っていくじゃないですか。だからそういうところを、まあ、普通に目標が高すぎるって自分でも分かってるんですけど、何を出すにしてもちゃんと数字を取れるようにならないといけないなって思ってるんですね。でそれが5000回じゃダメなの。ダメ。1万は満足はできない。5万はちょっと嬉しい。ちょっと10万はちょっと嬉しい。その50万ぐらいが目標かもしれないです。なるほどなるほど。今まで何本か手がけてきて、はい、その10万回超えたのは何本ぐらいですか。すごい少ないと思います。100本以上やってきた中で10万回超えたのは多分10とかしかもう少し少ないかなぐらい。なるほどね。もったいないっていうか、就活とかもそんな感じだとみんな辛いだろうなと思うのは、うん、いや100本やって10本しか10万回行ってないってなると、まあ、達成率 10% みたいな感じになるから、うん、100点満点で言うとなんか10点になるじゃないですか、うん、それはなんかしんどいっていうか、うん、ずっと自分の中でうじうじし続けなきゃいけなくなっちゃうんですよね、うん、だから同じ結果を出すんだったら10本も10万回行ったって思って生きてる方が絶対楽しくて楽なんじゃないかなって思って、次11本目12本目を目指そうっていう感覚の方がいいと思うんです。100点っていう基準とか、あるいは周りの人たち見て平均はどれぐらいっていう基準に対してここまではいかないといけないっていう減点法になるんで、人生って減点法になった瞬間どんなに結果出してもしんどいっていうか、つまらないと思うんですよ。だからとりあえずわーってもがいた結果、なるような結果にしかならないと思うんですよ。僕の人生もわーっていろんなことやって、やったはやったんですよ、いろんなことを。で、その結果でしかないと思ってるんですよ。それだと確かにマイナスはないですもんね。そうなんです、そうなんです。100点満点って言葉あるじゃないですか、はい、僕はあの言葉って引っかかってて、100点っていうのが基準を満たしたっていう言葉なんですよ、うん、満点の満って、みんな漢字そんな突き詰めて考えたことないと思うんですけど、はい、満って言葉ってうわって聞こえるけど、うん、あれ満たすって意味なんで、うん、誰か用意した基準を満たしましたよっていう、うん、ボーダーラインみたいな感じで、そうなんですよ、実はね。で、100点のどこまでやったって100点以上にならないわけですよ、はい、で満点って満たしたらそれ以上もっといっぱい書いても点数も見ないし、あとなんか用意されたテストの中で気に入った問題があるからそればっかり解いてても他の問題解かなかったらその設問に与えられた配点以上もらえないわけです。満点っていう考え方っていうのは実はすげえつまんない人生につながりやすい気がするんですよ。で一方で得点っていう言葉があるから、得点っていうのは得たってことですよ、はい、こういう会社にインターンに来たってことは全ての経験が本当はプラスにしかならないんですよ。
んで、インターン生なのに10万回の再生された動画を10本も作れた特定者って考えると、はい、私100本作ってそのうち10本っていうのは満点っていう考え方が出させてないと思います。いやー確かに、そのすごい低いのを出しちゃった時ってどういう風に考えればいいんですか、バスケとかってボン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 点数入るんですよ、っていうゲームなんですよ、シュート落ちるじゃん、外すじゃん、だけど次入れば得点じゃないですか、制限時間があるから外し続けてると得点するチャンスは減ってはいくんだけど、めちゃめちゃ外したとしてもめちゃめちゃシュート打って得点すればいいわけじゃないですか、その時に勝ったにもかかわらず解説の人が出てきて、いや彼はこの試合の中で30本シュート打って60点得点したけど外したゴール多かったですねってならないじゃん、得点してるのに、人生って別にそういう風に捉えることもできると思う。なるほど。ただ投げる機会は10回しかないですと、はい、10回投げたうち何回入りますかって言われると、何本外したかってことが問題になってくるんだけど、そんなインターン生とか就活生とか若い人たちの人生が何本しか投げれなくて、そのうち何本入ったかっていうことを問われるような、そんなものなのかなっていう。なるほど、なるほど、めちゃくちゃいいこと言いますね。だから絶対伸びないよこの動画。え、なんですか。いやいやいや、就活生とかもなんか受けたら落ちて受けたら落ちての繰り返しで、うん、そうそう、病んでいっちゃうけど、うん、でもそういうことじゃなくて、じゃあ次また5個エントリーしてまた自分のチャレンジの本当は、ね、機会を作ってってやっていけばいい、うん、そうなんだけど、ずっと小学生の頃から満点っていう基準で生活してるので、はい、満点っていう発想は制限時間と設問が決められてて、はい、何埋めれたかっていう発想じゃん、うん、別にその就活生が打率何割とか本当関係ないわけですよ、はい、最後の最後まで歩きまくって受けまくってても最後に1個決まればいいわけだし、それをすごいとこ内定出たから、私受けまくって関係ないから、受けまくっても一発一中でもどっちでもよくないですか。人生って本当はまあ制限時間という意味で言うと死んだら一旦終わりなんで、死ぬまでの時間っていう制限時間もあるけどさ、でも就活とかそんな大げさに考えなくてよくないですか。1社目どこに入るかとか、インターン期間中にどんだけ成果を出すかということに関しては、いや結果とか成果っていうのは別に誰だって感じたいから頑張ればいいと思うんだけど、何発中何発だったかっていう発想はいらない気がするんですよ。でも入ればいいじゃん、だから残ってる事実は10本の10万回再生の動画を作ったっていうことでいいと思うんですよね。その事実の方を加点するっていうか、それについてそれは何発中なのとか、何本中何回できたみたいなことを聞いてくる人もいなくはないかもしれないけど、僕らはそれすごく癒やしい考え方だと思うので、いろんな仕事の仕方はあると思うけど、それを大事にする人とは僕は働かなくていいかなとは思ってるし、めっちゃ素敵ですね。どうですか、そのマインドであれば。そのマインドめっちゃいいなって思って、でそれこそ私も今月全然先月とかも伸ばせなかったんですけど、あ全部伸ばせなかったじゃなくって、あじゃあもう1本ぐらい追加してなんか確率上げてみようとか。まあそうだね、まあそうだね、どうしてもダメだったことって引きずるじゃんか、うん、まあ、それは僕も変わらないんですけど、だからこそ僕も自分が出た動画でやっぱ10万回以上行ってるやつだけなんか読みますいやめっちゃいいですよ、ね、私さ、本当中学生がそのまま成長してる。でも別に僕らの人生はそもそも満たすためないじゃん、ただ生まれてきたわけだから、うん、生まれてから死ぬまでの間経験するっていう過程しかないはずなのに、うん、生まれてこなかったら人間として何かを味わうことなかったんだよ、ね、うん、まあ、それを勝手に基準決めて足りないって思うのか、もうまたこれができるようになったって思うのかで変わってくるはず。就活でも仕事においても自分の中でこれが満点っていうのを決めちゃってたなっていう気がしていて、就活だったらこういう企業に行かないといけないとか、インターンにしてもこれぐらいは行かなきゃいけないなって自分の中で勝手に決めちゃってた気がするので、ある程度落ちつつ自分のことをちょっと認めてあげられるように、なんか一喜一憂しないように頑張れたらいいなって思う。満点っていう、その満っていう言葉は本当に実はすごい、その人間にとってはこれに疲れると苦しくなる、顔面が止まるみたいな、かっこいいやつに満点を目指す、得点するんですね、満点より得点がいいですね。そのマインドを持って就活もそうですし、その後の人
人生、キャリアもう進んでいくマインドは何やるにしろ大事だなって今日改めて思いました。ということで視聴者の皆さん、持ち込んでる方もぜひ参考にしていただいて、この動画が伸びても伸ばなくてもいいなって心から思いました。こういう哲学系って伝わってほしいですね。そういう、はい、高橋さんもね、見た目が新卒っぽい間に一緒の相手もらえるんですよ。まだ新卒っぽいですか？全然早かったです。いくらでもそんなで、若新さんが就活アウトローチャンネルという、チャンネルにも出演されてるので、下の概要欄に貼ってあるので、ぜひチェック、フォローの方をお願いしていけたらなと思ってます。チャンネルが出来上がってから数週間経ちまして、なんと数十人も登録者が、おー66人もこれをさらにですね、増やしていこう、加点していこうという思っているので、なのでぜひ皆さん登録していただけたら嬉しいです。本日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。